あのー、攻撃始まってきてますけど、綾華さん、大津綾香さん、あのー、粘ってください、えー、最悪4月25までが勝負ですから、えー、粘ってください、政、あ、党、のー、交付金3億3430万円、3億3443万円、えー、これをです、ねえー、粘ってほしいんですよね。 えー、まずはですね、明確なね、政、あ、党、のー、女性法違反を犯そうとしてたわけです。多分これ、保留にしてるということは、このまま受け取ったならば、政党女性質込みで、えー 国家賠償法等で訴えられる可能性誰から私からね私とかね、えー、<laughs> 移動ねこれ移動の事故、えー、届け出の異常の事故、えー、7日以内なんですけどその7日以内が達成できないというふうに踏んだ、えー、ものはそれを1回出したものを保留もしくは総務省と結託して政治家女子48等の、えー、斉藤健一郎および、えー、あ斉藤健一郎が多分 <laughs> とその事務方が あの日付を変えてくると思うんですよ、と届け出でね。で、えー、大津彩華さんにはいろいろ粘っていただいて、最悪4月のね、えーえー、4月の、まあ、4月の20日、今年は木曜日なので、4月に交付する分、その4月の年の4月の20日、えー、そして最悪の場合、その政党、えーえー、交付 金のの請求の第7条ですね、えー、の日翌,日翌日から起算して5日に当たる日まで提出できるものとする。だから25まで、えー、ギリギリ提出できる、やむを得ない場合ね。あーで、その時には当然ですけど、あ,のあ、まあこれ。 あのもしそれで交付されたとしても私はしつこく追っていきますからもしあの、ぜひですね楽天の三木谷社長さんは私のところに2000万円貸していただければ厚生証書を作りそして年利5%をつけまして、えー、そして5年後にお返しするという立花、えー、隆方式で、えー、お返ししますのでそして何をやっていくかというと政党女性法ね。 <laughs> に基づいて、まだ民主的な決定のもとに、えー、なされたものではないですよというところを追っていきたいと思います。<laughs> ね、まずはです、ね、政党交付金の交付金の決定,、えー、決定は、えー、政治家女子48等には3億 <laughs>、えー。 あ楽天の三木谷さんもしくは関係者の方聞いてくださいよ政治家女子48党のな、えー、3億3443万の中から、えー、多分ガーシーさんに1億円とか行く可能性があります東谷義和に1億円ぐらい行く可能性があるわけでねでそれを阻止するためには今ごたごたやっている、えー、代表権のそのものが、えー、政党女性法違反であるよ すするのが一番早いです正当女性法違反ねこれ手続き上の違反、えー、手続き上の違反ねそれ交付された後でもその手続き表 条の違反っていうのを、えー、問い詰めていくことは国民我々国民にできるわけ。だからそれを政治活動としてやっていくためには、えー、まあ二千万円ぐらいあったならば、えー、それを運用一千万ぐらいを運用しながら一千万ぐらいかけていろんなねこうこういう私法律のドシトロットですから詳しい人とやっていけば、えー、ね <laughs> これね第一条のあ第十政党女性法の 第11条の2政党は全項の規定により政党交付金の交付を受けようとするときは総務省令で定めるところより総務大臣に対し請求書を提出し この場合において政党は法人格付与法第4条第1項の規定による法人である政党である旨を称する登記事項証明書を添付しなければならない。 えー、3全、えー、校の請求書を同校の定めるところにより提出しない政党に対してはその年分の政党交付金その年分の政党交付金イコール政治家女子 48と3億3443万円、うち1億円が東谷義和行きが決定しているものと思われますが、いいですか、楽天の三木谷さん及びその関係者の方、その年の政党交付金は交付しない。4月分だけじゃないですよ。その年分の政党交付金は交付しない。はい。 大津綾香さんを全力で支援した方がいいんじゃないですか楽天の三木谷さん楽天の三木谷さん大津綾香さんを全力で支援した方がいいんじゃないですかただしその年の12月の交付時期まで当該請求書の提出があった場合には当該請求書に関わる生徒交付金については総務省令で定めるところにより交付するだから一旦まずは 4月25日までの中で決着つけた後もし払われちゃったらね、まあ、払われちゃったら当然政党助成室含め、えーえー、その1000万円で、えー、検討していくわけいろいろ検討していくわけですけども、ね、こ,この辺は失敗行動作の動画を見ればこのね投機系投機系です、えーえー、あまあこれね 第これはですね、政党助成法施行令の第7条、政党交付金の停止、または返還、返還ね、第法第33条1項の、えー、規定に該当する政党、法,、えー、法第33条の第1項というのは <laughs>、これです。これね 総務大臣は政党がこの法律の規定に違反して政党,交付政党交付金の交付の決定を受けたものである場合には政令で定めるとこの により当該政党が政党交付金の全部または一部の交付を受けていないときにあってはその政党交付金の全部または一部の交付を停止し当該政党が政党交付金の全部または一部の交付を受けているときにあった当該政党に対し期限を定めてその交付を受けた政党交付金の全部または一部を返還することが えー、命することができるでしょ違反。はい。政党、えー、女性法の違反。はい。えー、移動届けあ届出事項の移動、えー。これね、分かりやすく政党女性法の、えー、やつを総務省が出してるやつね。<laughs> 1および2の届け出後に代表者や、代表者や所属国会議員の移動。 東谷義和から斉藤健一郎、えー、橘孝から大津綾香の移動支部の新設解散など政党届の記載事項または添付文書の内容に移動が生じた場合はその旨の届け出事項の移動届を移動の日の 翌日から起算して7日以内に移動届を移動の日の翌日から起算して7日以内に総務大臣に届けなければなりません届けていなければ政党女性法違反で最終的にはもし交付されたならば返還しかもそれ交付しちゃったのならば総務省自体が国家賠償法等でやられる可能性がありますし ね、これ東谷義和に行く可能性があるわけですこの、えー、政治家女子48の3億3443万のうち1億円だったかなこの辺が行く可能性があるわけね我々の税金が東谷国会に全然出ない人の東谷義和に行く可能性があるわけで今代表権のごたごたやってるでしょ4月に交付する分その年の4月20日今年は木曜日 だから木曜日だからその土日とかそういうのは関係ない、交付される、で通常であればその10日前、<laughs> だから、えー、4月10日、もう過ぎてる、過ぎてるね、あの12日のやつで、多分総務省は受け取ると思うけれども、もう過ぎてる、だから総務大臣に提出するもの,、えー、するものとする、ただしやむを得ない事情があるというふうにしたわけね。それは 大津彩香さんと、よえっ、ー、と楽天の三木谷さん、よく聞き出したいよ。大津彩香さんという政治家都市、えー、女子で、えー、48党の代表が死亡、もしくはね、ねあのそのそ高度障害、要は意思表示ができないというね。 えー、辞,任辞任したことの3月29日の辞任はなんとなく立花さんとか認めているのに意思、ね、表示もできないんですよっつって斎藤健一郎東谷義和の代わりの斎藤健一郎が副党首として4月12日に、えー、総会議を、えー、決起し、ねえー、それを無効だと大津彩香さんが言ってるのに決起しそしてそこで、えー、大津彩香さんをおろ解任し。 そしてそれで提出したと思わわれれるわけねそれを私は総務省が受け取ると思ってるんだけど私だけね多分ね今のところ、えー、だからそのやむを得ない事情だから今4月13ですけどこれね今、えー、2023年4月13の木曜日の午後10時に撮っています。<laughs> でやむを得ない事情がある時は前条第1項覚悟に挙げる日の翌日から帰、えー、算してだから4月20の、えー、翌日から起算し5日にあ、えー、当たる日まで提出できるとものとするねだからこの,この4回それぞれに関して請求をやっていくんだけどやっていくんだけどそもそもが。 生徒女性法上を、えっと <laughs>、まずはこれね。 政党は全項の規定により政党交付金の交付をするときは、総務総理で定めるとき総務大臣の、えー、に対し請求出書を提出しなければならない。この場合において政党は法人格付与第 4, 項4条第,第1項の規定による法人である政党である旨を証明する登記証明書を添付しなければならない。まあ、この法、ね、法律に関して、えー、法人格付与 第い法人格付与というそのねその法律っていうのはの解説というのは失敗小僧さんという人がこれやってるはずです政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律による登記に関する各種法人等、えー、登記、えー、規則の特例を定める省令これによって失敗小僧さんという YouTuber の方は 楽天の三木谷さんおよびその関係者の方よく聞いてくださいよ <laughs> あのその投機上をもう大津屋さんであり,ありますからだからそれをですねその登記を登記を無視し無視し斎、あのー、藤健一郎さんが、えー、そ,そこに代表にあるということ言い張ること自体が、えー、非常に厳しいんじゃないかとだから登記変えちゃってればねちょっと私は分かんないんですが、あのー、素人なので。 えー、失敗こそさんは登記のプロフェッショナルですからだからその動画を見れば多分楽天の三木谷さんとかは普通に分かるはずねで、そしてその請求書を同行の定めにより提出しない生徒にしたや、その年の分の <laughs> 生徒交付金は交付しないただしその年の12月の交付時期まで当該請求書の提供があった場合には当該請求に関わる生徒交付については証明請求で定める ベルトクより、えー、交付するですからこれがですね、えー、多分4月20日のやつって一番重要なんじゃないかなと思うんですよね、えー、だからあのあれ4月その年で決まってるのは4月初に請求してこないんですかもしくは、えー、もしくは請求に不備があるんですかってなったら多分バタバタすると思うんですよだってその年のやつがかかってくるわけでしょこれそそして、えー、その4月 何かこうバタバタしたまま何か手続き上問題あってもし交付されちゃった場合にはそれ返還される可能性があるわけね返還っか停止または返還の請求がされるわ決定される可能性があるわけそれは政党女性法違反要は手続き上の違反をしている可能性があってってことでしょだから一旦は私は総務省は受け入れると思うんだよ斎藤健一郎ってねそして4月の交付すると思うんだよ でその後我々は黙っていませんよとなぜかといったならばね、この政党女性法上の4条ね、の2、政党は政党交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、その責任を自覚し、これ自覚するのは政治家女子48等の方々すべてね。 その組織のすべてそのの組織の運営については民主的かつ公正なものとするともに、ね、代表者が死亡もしくは行動障害で意識証明できないっつって19人ぐらいの人が、えー、代表者を変える解任するという決議を2023年の4月12日にやってますから昨日ね昨日やってますからそういうところですよ、えー、国民の信頼に戻ることのないようにもう誰もが信頼しねえわ。 ね、失敗小僧さんというその投機のプロフェッショナルの司法助手さんの人もね言ってました信頼できるわけないじゃんそんなことしてくる人たちね政党交付金を適切に収納し,しなければならないだから4条の2に違反してると思っちゃうからあの様を YouTube で見るとねだからもしこれを総務省は私は受けると思いますけど受けたならば徹底的にあの追及してきますよって話ね そして最終的には、もし交付されたとしても、それ返さないといけないからね。これね、それ、法第33条の1項というふうに認められてしまえば、返さないといけないわけ。ね。だから確かに、もしこれ交付されて、このね、えー、そこに別にその運用、えー、運輸というか、その政党の民主的にやられたでしょうと、えー19。19、党員が19人は。 あの大津さんは死亡もしくは行動障害があって意,識意思表示ができないから解任しますということにしたわけでしょ、当該、えー、ねそれ、それが民主的だというふうに言った場合には楽天の三木谷さんおよびその関係者の方、よく聞いてください、3億3443万円のうちの1億円ぐらいが,あのが、東谷義一という国会議員に払われる可能性があります。ね 今まで散々国会にも来なくて、パスポートの返還請求や、あとね、日本に帰ってきなさいと、任の自動召集と、その警察ですね、我々の税金を使って動いている警察に協力しないということね。という協力しないということは、どん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 東谷義和に、どん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 我々の税金が奪われていってるわけ、さらに1億円がいくかもしれないんだよ。 もう本当に民主的な組織じゃないんですよその政治家女子48とはねだからそこで内部告発したのが代表者である大津彩香さんでしょでその大津彩香さんの告発を潰そうとしてるのが NHK から国民を、えー、N 国党、ね、N 国党を作った立花孝という NHK の中で内部告発した人間なわけです、ね、その内部告発者を、えー、守ると言ってるのに <laughs> 守るると言ってるのにだから精神告発して精神疾患を生じさせたからそれが投棄薬かなんかに入っていてそういう人たちを守ってくんだよって言っときながら、えー、精,精神疾患認定したわけでしょ。 意思表示ができない状態にあるというふうに精神疾患認定したわけ頭おかしいよく立花隆さんが言う頭,頭おかしい人で,すでしたっけ頭が悪い人はご理解できないんですっていうふうに大津彩花さんを追いやってるわけねねそれを総務省は私は受け取ると思ってるわけねそして政党交付金を4月20日、えー、これの ね、4分の1ね、えー、3億3千0 0実際にはちょっと待って3億3443万円割ることの4実際は8360万 60万7500円60万 7, 円なのかなまあえー、約8400万円ねこれを支給しちゃうと思うんだよ総務省はね,ねそしたら徹底的にやってきますよって話我々はだからそれ徹底的にやっていく時の財源としてできればですねええー 楽天の三木谷さんおよび関係者の方が、えー、私に2000万円を貸してくれたならば公正証書を作りだからこの会話の人たちって <laughs> 借金したならば公正証書を作らない強制執行条項付きの公正証書を作らないんですそれ私信じられないんですよね。 強制執行条項付きの公正証書を作っておけば、もう,すもうね、確定、もう払わなかったら、もう裁判例確定ですから、だから強制執行されるわけでしょ、だから、それ、条項付きの公正証書を作り、そして5年,年間5%ぐらいでいいですよ、年間5%、まあ、最初の年10%でいいですけど。<laughs> そしてあと4年間5%でいいですけど実質6%ぐらいでそしてお返ししますと、えー、5年後にねだから橘隆が10点約11億円ぐらいを集めたやつと同じようなやり方で楽天の三木田さんに2,000万円を、まえー お返し,しますのでそれどうやって増やすんだっていうのは私に直接言って、えー、いただければ分かるんだけどその半分の、えー、投資運用するのが1000万円で投資運用しないところを1000万円でその1000万円でこの えー、政党助成室が、えー、管理しているだろう、まあ、総務省のその行いをですね、えー、それで、えー、暴いていきたいなというふうに、私は法律の同志郎とですから、弁護士さん等と相談しながら暴いていきたいなと思いますけれども、まあ、私はですね、えー、払われるんじゃないかなと思うね。 明確なだから違反をしちゃってるからだからもう、えー、それをなかったことにしようとしてるわけね昨日のやつとかね <laughs> だからなかったことにしてそして総務省も受け保留にしたっていうことはそういうことでしょ受け入れちゃうと正当助成法違反のやつを受け入れてしまったということになる手続き上問題があるやつね、あのー、これです移動の届け出の7日以内だ 移動,移動したのは7日以内に届けてないといけなないいいと法人の方は20日なんでまだ、えー、29でしょで29っていうやつもう撤回したけど <laughs> 29言い張ってたわけだからその根拠が29に辞任しますという根拠でやってたわけでしょでそれをもってして、えー、神奈川県知事の選挙妨害をしてきたわけ。 まあそれに関しては私は神奈川県警の方に通報させていただきましたけども通報しなさいという人たちがいたからから通報させていただきましたけどもえまあそういうことでおそらくですねこの請求の部分に関して焦ってああいうとんでもないことをえーね人の人格を全否定するような要は死んだか。 死んで熱、ね、中年って、大津彩香さん死んでね中年って話なのに死んだか死亡したかもしくは行動障害ね。だから告発してるからメンタルやられまくってんのにね告発してるからメンタルやられまくってんのにその人は救わないでどん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 ,どん今攻撃してってるわけでしょ。あと、あれです、大津彩香さんあの目黒区は出て,出てえーもういいです。 出,てえー、出たらば、もし最悪の場合はあのー、公民権の停止とかになるかもしれません、有罪になってね、最悪の場合ね。でも別にいいんです、選挙と政治の分離にすればいいの、もう選挙には出なければいいんです、政治をやればいいんです。大津役さんんは政治をやればいいんです選挙とせ <laughs> だから大津さんは高速選挙法とか詳しくなさそうなので、選挙はもうこれに懲りて出なければいいんです。 ね、居住実態まああとは選挙目黒区に出なければ一番いいんだけど、えー、選挙はやめればいいのもうねその選挙によってあの何てつうか、えー、政治家女子48トの中で大津彩香さんを支援しあの 思ってた人が全部離れていっていますから、だからま選挙やめればいいのよ。もう政治だけに専念すればいいの。代表権があるわけですから、政治だけに専念すればいいわけ。選挙と政治の分離、それは立花先生が言っている言葉でしょ。それをしっかり聞くべきです、それはね。だから、あのもう選挙には出なくていいんですよ。他の人が出ればいいの。ね、他の人が出ればいいわけですから。 であとは政党交付金を手放すそれによって、えー、この3億3千0 0これねこれ手放すのよこれねこれ大通訳さんが、えー、やったものじゃないからでこの中から東谷を敷かずに行くわけですから目つけられますからね当然ですけど、えー、あ国家権力により目つけられますからだから法律があんまり詳しくない人がそのね代表になって でその実行部隊がこの3億343 34、えー、万円を変なふうに不正使用してしまう可能性があるわけねだからこれ手放せばいいのよ請求しなければいいのいいですか国政政党として残りゃいいじゃん共産党と同じよう政党交付金の申請,を届け申請をしなければいいわけねえすると使わなくて 使わなくていいわけだからこの3億円が他の党にバラあのこうバラばらまかれるんでしょよく分かんないけど詳しくは分かんないけど分配されるわけでしょだからとにかく請求しなければいいんですね計算されてこういう権利があるんだけどそれを請求しなければいいこれが諸悪の根源になってるから大津さんが今えね非常に苦しい厳しい状況になってるのはすべてこのお金のせいなんですだからお金,お金クリーンじゃないお金があるから ね、これ一見クリーンでしょでも東谷義隆に行くわけですよ。クリーンじゃないでしょなんかそ、そう聞くとね。そう聞くとクリーンじゃないですよね。<laughs> そう聞くとね。だからそれ、それを手放すべきなんです。だって、東谷義隆に1億円行くってなった瞬間に、いろんな国家権力が来るからね、そもそもが。これに目つけてくるから、大津さんにどんどん近づ,近づいてくるわけ。だから、請求しなければいいんですよ。これを手放すそして選挙にも出ない 政治をやればいいんです、はい、それについてくる人だけを、えー、政治家女子48党としてやっていけばいいの。ね、同じく斎、あのー、藤健次郎さんとか橘さんとか浜田し君、えー、ねあ私のアンチ,アンチ活動をしてますけど私はアンチ活動をしてますけど浜田聡君が。 同じ名前で政治家女子48を使うんであれば裁判していけばいいわけ、それはかなり長い時間かかるでしょ、今、立花さんたちが焦ってるのは、これですって、4月20日のまでの請求、そしてその請求の中でもしかすれば年間のものが停止される可能性もあるから、わかんないけどね、私は、よく詳しくはわかんないけど。 全校の請求書をどこに定めるときに提出しないと度に関してはその年分の政党交付金は交付しないってうことね。だから最初の一発目って非常になんじゃない ?4 月のやつとか。わかんないけど。ね。これね。政党交付金の交付方法。 法第11条第1項及び第27条第4項の規定による政党交付金についてはその交付時期は次の各項に挙げる日同日が日曜日もしくは土曜日または国民の祝日に関する法律に規定する休日 えこの子において日曜日等というに当たる場合は、同日の直前の日曜日等でない日とする。だから、木曜日なので、今年は木曜日なので関係ありません。事故において交付日えとし、振り込み、口座振り込みの方法により行うものとする。だから、口座をえー届けてないわけでしょ変えって届けてない。だから振り込まれないということになります。 だから大津彩佳さんが口座を変えてそして届けてないわけですから事務方が焦っていろいろやったとしても振り込まれないという形になりますだから総務,総務省から何らかのお問い合わせが大津彩佳さんのところとか立花、えー、さんのところに行ってるものと私は思いますね世,世間には言ってないけどただし、えー、次の条第1項正し書きの規定による請求があった場合には当該請求にあった日の翌日から起算して 10日以内に交付することができるものとする。だから、えーえー、次の条だからこれね。だから最悪多分4月25過ぎても確か大丈夫なんだよ。ね。えー、違うか。 請求があった日から10日以内だからもしかするとあれか25だから5月の、えー、5日ぐらいまでの間かもしかするとね5月の5日ぐらいまでの間かもしれないちょっとわからないちょっと今今これ読んだばっかりだ <laughs> ここね ただいろいろ請求に関して事細かに決まってるのでここの部分であさってるから4月の12日にああいう公共公、えー、強行策に出たと思う,思うわけそのこ、えー、強行策は、えー、後々裁判等で聞いてきますこれは失敗こそさんの動画で言ってますけど後々裁判長等でやられることになりますだけど目先の8400万を欲しかったから多分ああいうことをやったと思うのね そそしてれれれは、えー、受け入れられたもの総務省に、ね、で総務,総務省を受け入れられて交付されたならば私はもうそそ、えー、即座に、えー、ねそれを正しい交付だったのかどうか国民として追求していきますでその結果もしかすると返還命令とかねなった場合には使った上に返還されるから返還ない例えば借金返してくれって言った人に返した上で えー、さらに返還請求をも、えー、される可能性がありますから今からテレビをいっぱい売らないといけないわけねスマートテレビいっぱい売らないといけません果たして何台売れるんでしょうかはい以上です